スペインの早さ,さで5月1日に1936年に開催されたクントエイトへの第4回会議の中で最も重要なもの。全国労働連盟は国際労働者協会を遵守しました。革命の建設コンセプト。まず、経済の可能性によって課せられるもの以外の満足度に制限を設けることなく、確実に彼らのニーズが要求するものを与えます。 一人一人の心身の状態を踏まえ、社会のニーズに応じた最大限の貢献をお願いします。革命的な出来事の後の新しい社会の組織。革命の最初の措置。以下は廃止されたと宣言されています。私有財産、国家、権威の原則、そしてその結果、作取者と作取者を分ける階級。抑圧されたと抑圧者。富が社会化されると、 自由生産者の組織が生産と消費の直接管理を担当するようになります。アナキストコミューンが各地域に設立されたら、私たちは新しい社会的メカニズムを指導させます。各支部または貿易の生産者は、組合や職場で会合を持ち、組織化の方法を自由に決定します。フリーコミューンは、食料、衣類、原材料、作業工具など、 ブルジョアジーが以前に保有していたものを押収します。これらの作業工具と原材料は生産者がコミュニティの利益のために直接管理できるように生産者が利用できるようにする必要があります。そもそもコミューンは各地域のすべての住民を最大限の快適さで収容し病人の世話と子供たちの教育を保障します。すべての人々は 人間が自分たちの強みと能力に関してコミュニティに支援を提供するために自由に働くときに真の権利となる自主的な義務を果たす準備ができており、コミューンは彼らのニーズを満たす義務を果たします。もちろん、これからは革命の初期は容易ではなく、一人一人が最大限の努力を払い、生産の可能性が許す限り消費する必要があるという考えを生み出す必要があります。 すべての建設機関には、犠牲と個人及び集団の受け入れが必要であり、私たち全員が相互の合意によって実行する社会の再建作業に困難を生じさせないようにする必要があります。生産者組織計画。経済組織計画は、国の生産がどのような形であれ、社会経済の最も厳格な原則に適応し、 生産者が様々な生産機関を通じて直接管理し、様々な組織の総会で任命され、常に管理されます。拠点として、職場、連合、コミューン、新社会のすべての規制機関、生産者と個人を細胞として、すべての社会的、経済的、道徳的創造の基礎として、コミューン内及び職場内の関係機関として、ワークショップ及び工場評議会は、 他のワークセンターと合意しています。組合間の関係機関、生産者協会として、統計及び生産評議会は、イベリア連合のすべての生産者間の一定かつ緊密な関係のネットワークを形成するために、それらの間で連合し続けます。現場、拠点として、政治的及び地理的協会のすべての天然資源から利益を得るコミューンの生産者、関係機関として、 農業生産者協会のメンバーである技術要素と労働者を含む作物評議会は、科学蘇生に応じて生産の強化を指導し、それに最も適した土地を指摘します。これらの栽培評議会は、ワークショップ、工場、生産及び統計評議会と同じ関係のネットワークを確立し、コミューンが政治的協会及び地理的細分化として表す自由な連合を補完します。 産業生産者協会と農業生産者協会の両方が、それを実施した国にのみ存在する限り、全国的に連合します。教育を受けたのと同じ作業プロセスによってこのジレンマに至った場合、経済の最も実りある発展に便利であると彼らが考える場合、社会変革。同様に、 すべてのアナキストコミューン間の論理的かつ必要な関係を促進することによってその特徴がそうする傾向があるサービスは同じ意味で連合されます。新しい社会は人がより自由であるという生物学的原則に従ってその自立性に必要なすべての農業及び産業要素を各コミューンに提供できるようになると私たちは見積もっています。この場合 他の人を最も必要としないコミューンです。アナキスト共同体とその活動。個人、コミューン、連邦。行政は本質的に完全に共同体となるでしょう。従って、この政権の基盤はコミューンになります。これらのコミューンは自律的であり、一般的な性質の目的を実現するために、地域的及び全国的に連合されます。自治権は、 単純な評価によって共有されておらず、実質的に受け入れられている集団的共存協定を遵守する義務を排除するものではありません。したがって、自発的な制限のない消費者のコミューンは、自由な議論の後、過半数によって合意された一般的な性質の規則に従うことを約束します。一方、工業化に抵抗し、 ヌーディストやストリッパーなどの他の種類の競争に同意するコミューンは一般的なコミットメントから切り離された自律的な管理の権利を持ちます。これらの裸のヌーディストコミューン、または他のクラスのコミューンは限られたものであってもすべてのニーズを満たすことができないため、イベリア自治アナキストコミューン連盟の会議への代表者は経済協定を結ぶことができます。他の農業及び産業コミューンと 結論として、私たちは提案します。一般的及び行政的な社会的調整組織としてのコミューンの創設。コミューンは自律的であり、残りのコミューンに連合します。コミューンは、小さな町、村、場所、5つのコミューンに統合するのに便利な場合に、地域的及び地域的に連合し、地理的な制限を自由に設定します。これらのコミューンのセットは、 アナキスト自治コミューンのイベリア連合を構成します。生産の分配機能のために、そしてコミューンがよりよく育てられることができるように、これを達成することを目的としたそれらの補足機関が作られるかもしれません。例、生産と流通の連邦協議会。全国の生産連盟と毎年恒例のコミューン会議を直接代表しています。コミュニティの使命と内部機能。コミューンは、 個人の興味を引く必要があります。彼は、人口の組織化、配置、美化のすべての仕事を世話する必要があります。その住民の宿泊施設のう、労働組合または生産者協会によってあなたのサービスに置かれた記事及び製品の、また、衛生、地域統計、集合的ニーズ、教育、医療機関、医療施設の保全と改善についても扱います。ローカルメディア、 それは他のコミューンとの関係を組織し、すべての芸術的及び文化的活動を刺激するように注意を払います。この使命を適切に遂行するために、コミュニティカウンシルが任命され、それに栽培、健康、文化、流通、生産及び統計評議会の代表が追加されます。共同体評議会の選出手順は、大都市を政治的に文献化し、 コミューン連盟を構成するのに時間がかかることを考慮して人口密度が助言する際を確立するシステムに従って決定されます。これらすべての役職には執行的または官僚的な性質はありません。技術的または単に統計的機能を実行する人とは別に他の人もプロデューサーとしての指名を果たし営業日の終わりにセッションで会合をして 共同集会の承認を必要としない詳細な質問について話し合います。集会は、コミューン評議会のメンバーの要請により、または各自の住民の意思により、コミューンの利益に応じて何度でも開催されます。製品の関係と交換。既に述べたように、私たちの組織は本質的に連邦主義者であり、グループ内の個人とコミューン、連邦内のコミューン、 および連邦内の公社の自由を保障します。次に、私たちは個人からコミュニティに行き、無形の自由の原則を維持する権利を確保します。コミューンの住民は、生産、消費、指導、衛生、そしてその道徳的および経済的発展に必要なあらゆるものなど、彼らの内部の問題について話し合います。地域または、州全体に影響を与える問題の場合、 連盟は審議する必要があり、連盟が開催する会議や集会では、すべてのコミューンが代表され、その代表者が以前に承認された視点に貢献します。例えば、ある地域の町をつなぐ道路を建設したり、農業地域と工業地域間の輸送や製品の交換の問題を抱えたりする必要がある場合、すべてのコミューンが支援を提供する必要があるため、 すべてのコミューンが基準を公開するのは当然です。地域的な性質の問題では、地域連盟が協定を実施し、これらは地域のすべての住民の主権の意思を表します。さて、それは個人で始まり、コミューンに渡され、そこから連邦に、そして最後に連合に渡されました。同様に、私たちの組織は互いに補完し合うので、 私たちは全ての国の問題について話し合うことになります。国内組織は私たちのように国際労働者協会にリンクされているそれぞれの組織を通じて他国のプロレタリアートと直接接触し国際関係を規制します。コミューンからコミューンへの製品の交換についてはコミューン評議会はコミューンの地域連盟及び生産と流通の連邦評議会との関係を確立し 必要なものを主張し、残っているものを提供します。コミューンと全米生産者連盟によって構成される生産統計評議会との間に確立された関係のネットワークを通じて、この問題は解決され、簡素化されます。 共同体の側面については生産者からの手紙で十分でありワークショップと工場評議会によって発行されすべてのニーズを満たすために必要なものを取得できる権利が与えられます。プロデューサーレターは変更の兆候の始まりを構成します。これは次の日の規制要素の対象となります。まず、上渡不可であること。第2に、手紙の中で仕事の価値が労働費の単位で記録され、 この価値が製品の取得のために最大1年の有効期間を持つ手順が採用されること。受動的な人口の要素に共同評議会は彼らに消費の手紙を提供します。もちろん、絶対的な基準を設定することはできません。コミューンの自立性を尊重する必要があります。コミューンが便利であると判断した場合、 これらの新しいシステムが他のコミューンの利益を損なうことがない限り、別の内部交換システムを確立できます。収集性と分配的正義の概念に対する個人の義務。アナキズムはいかなる強制システムとも両立しません。これは現在の強制司法制度の消滅を意味する事実であり、従って罰の手段、刑務所、刑務所などです。この論文は、 社会的決定論が現状におけるいわゆる犯罪の主な原因であり、その結果、犯罪の原因がなくなると、ほとんどの場合、それは存在しなくなることを概念化しています。従って、次のことを考慮します。第一に、人間は本質的に悪いことではなく、犯罪は私たちが住んでいる社会的不公正の状態の論理的な結果です。第二に、彼らのニーズを満たし、 合理的で人道的な教育の余地を与えることによって、それらの原因は消えなければなりません。このため、個人が道徳的秩序とプロデューサーとしての機能の両方で義務を果たさない場合、調和の取れた感覚で事件に正当な解決策を与えるのは民衆議会であると私たちは理解しています。従って、アナキズムは医学と教育学に対するその是正措置、 を確立しますこれは、現代科学がそのような権利を認める唯一の予防策です。病理学的現象の犠牲者である個人が人々の間で勝ち取らなければならない調和に逆らうことを試みるとき、教育療法は彼の不均衡を直し、不健康な相続が彼を自然に否定した社会的責任の倫理的感覚を彼に刺激するように注意を払います。 宗教的な質問。人間の純粋に主観的な現れである宗教は、それが個人の良心の幕屋に追いやられたままになると、すぐに認識されますが、いかなる場合でも、それは、公の孤児または、道徳的または、私的強制の形とみなされてはなりません。個人は、すべての儀式が消えて、適切であると考える限り多くの道徳的な考えを、自由に思いつくことができます。 革命の防衛。私たちは革命を通じてなされた征服を擁護する必要性を認めます。おそらく彼らの資本主義は処分されることを辞任しないで長時間の経過とともにそれが獲得した利益の。従って、社会革命が国際的に勝利を収めていない限り、前述の外国資本家の侵入の危険から、または国内の反革命を防ぐために、 新しい体制を守るために必要な措置が講じられます。常備軍は革命にとって最大の危険を構成します。なぜなら、その影響下で独裁政権が偽造され、それが致命的に攻撃されるからです。闘争の瞬間に国の軍隊が全体的または部分的に人々に加わるとき、 これらの組織された軍隊は、ブルジョアジーを打ち負かすために、通りで彼らの援助を課します。これをマスターすると、作業が終了します。武装した人々は、内外からの努力によって破壊された体制を回復しようとするいかなる試みに対しても、最大の保障となるでしょう。弊社を更新し、現代の軍事技術を知っている何千人もの労働者がいます。 各コミューンがその武装と防御要素を持っていること。革命が完全に統合されるまで、これらは破壊されて仕事の道具に変わることはないからです。外国資本家の侵入の本当の危険は空中にあるので、飛行機、戦車、走行トラック、機関銃、対空砲の保存の必要性をお勧めします。この瞬間が到来すると、町は敵に立ち向かうために迅速に動員し、 生産者が防御任務を遂行するとすぐに現場に戻ります。この一般的な動員では戦闘に適しており戦闘に必要な複数の任務を遂行することによって戦闘の準備をしている男女のすべての人が理解されます。生産の中心に拡張された連邦防衛幹部は革命の征服を強化し、 それを防衛するために私たちが大規模に維持しなければならない闘争のためにその構成要素を訓練するための最も価値のある補助機関になるでしょう。従って次のように宣言します。第一に資本主義の軍縮はコミューンへの武器の配達を意味します。コミューンは彼らの保護を担当し国レベルで防御手段を効果的に組織するために世話をします。第2に 国際的な枠組みでは、各国のプロレタリアとの間で激しい宣伝を行い、各国政府による侵略の試みに直面して連帯の動きを宣言し、彼らの勢力的な抗議を呼び起こす必要があります。同時に、私たちのアナキスト自治コミューン連合は、道徳的かつ物質的に、世界で搾取されているすべてのものが、資本主義と国家の巨大な